ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継です。今日は都の城市山の口町に伝わる国指定重要無形民俗文化財文屋節人形浄瑠璃について、世良アナウンサーに伝えてもらいます。世良さん。はい、今日は山の口の人形浄瑠璃についてお伝えします。さてさてさて、私はここにいますよ。私の人形使いいかがですか。この人形浄瑠璃は山の口に江戸時代から受け継がれてきたもので、平成7年には国の重要無形民俗文化財に指定されました。まずはこちらの人形の館をご紹介します。人形の館は浄円場がついある資料館として平成4年に完成しました。江戸時代に使われていた人形が保存展示されており、文政9年1826年から脈々と書き写されてきた浄瑠璃本という台本も展示されています。上演舞台や名場面の再現により、人形浄瑠璃の世界を堪能することができるんです。保存会会長の前田さんです。こんばんは。はい、こんばんは。この山の口にどうして人形浄瑠璃が定着したんでしょうか。これは島津の殿様の参勤交代にここの侍がついていって、関西、京都、大阪で習いを覚えてきたと、そういう話を聞いています。最近ではよく文楽は目にするんですけれども、この浄瑠璃との違いってどういうところですか。文楽は三人使いです。顔と手と足、はい、これ全部三人使いますけども、私の人形は一人使い。結構その操り方難しいんですよね。ちょっと教えてください。実はこれだけなんですね、うん、これでいわゆる人間の喜怒哀楽を表すわけですから、人形師の技量が問われます。そうなんですね。浄瑠璃の中でもいろんな流派あると思うんですが、この山の口に伝わるものはどういったものですか。これは古浄瑠璃といいまして、はい、全国に4カ所しか残っています。新潟県の佐渡島、石川県の小口村、それから鹿児島県の東郷町、うん、そして山の口、うんうん、もう4カ所しか残ってない。中でもこの山の口に伝わるものが、はい、文屋節と言いました。文屋節、はい、これにここの資料館にですね、台本が残ってますけども、太夫が語る台本ですね。それに曽木さんという人が、その侍が向こうで習いを覚えて、これは面白いということで、この地元に持って帰って広めたという話を聞いてますね。そうなんですね。では山の口の人形浄瑠璃のことが分かったところで、今日は特別に代表作を少し見せていただきます。門出屋島の屋島合戦の段です。どうぞ。薙刀取り延べ打ってかかれば、寄せてはさっと引きたなる、死はいくこと五条に何が惜しいぞと、逃げくる敵を追い回し、目じくり打ち首どう切りつつ抜け、群れ高松を立って横に追い返し追い戻し、打ち立て打ち立て切り回るわ、艶のしいばかりの。全国でも希少な古城瑠璃、なんかあさってには今年最後の公演が行われるんですよね。芸術の秋、ぜひ皆さんも歴史ある大衆娯楽楽しんでみてはいかがでしょうか。皆さんのお越しをお待ちしています。以上ふるさと中継でした。